夏の祭りと白亀吹雪はどういうご関係なのかということを整理しておきましょう。整理ですか。まあこんなの言わずもがなだと思うんですけど、言わずもなか、うん、もなかだと思うんですけどまあ、はい、さっきも言った通り夫婦的な、いや夫婦とは、え夫婦とは何ですか。夫婦とは、夫婦とはウィキペディア調べる、ウィキペディア調べる、ウィキペディア夫婦とは、夏色祭り夫婦で、まあ夫婦っていうのは、まあ結婚してね、してないですよね、まあ挙式あげてないですが、挙式はまあ別にあげなくても、あげなくて、ああなるほどね、あげなくてもいいタイプ、うん、そう二人で幸せになれれば、野望に婚姻届出してませんが、こっそり出しといた、こっそり出した、え書いてないが、書かれた、もしかして書いといた、こっそこう、いつの間に何母音でもいつの間か寝てないのも書いてた、そうそうそう、うえーっつって、そうなんですよ実はね、いつだよ指赤かったの、そういうことか、怖すぎるよ、いつの間に、まあまあまあもう結婚して3年になりますか、3年になりますね、そうですね、はい、確かに、うん、デビューしてから、デビューしてからデビューしてから即結婚な、でもそうだったじゃん、あそうだったか、デビューしてすぐね愛し合って、愛し合って一期生、はい、他の一期生にも拍手され、そうですよ、そうだったのか、いやー幸せだな、そうだった、ちなみにデビューしてからこれまででなんか変わったなって思うとこありますか、うん、変わったなって思うところか、自分自身の変わったなって思うとこありますか、でもいい意味で頑張らなくなったっていうか、うん、いい意味でね、なんか汗みたいな、あー確かに、爪痕残さなきゃみたいなのじゃなくて、うん、やっぱ後輩も増えてきたし、うんうん、やっぱ VTuber の中でも、うん、まあいわゆる先輩の方になってきたから、うんうんうん、まあそういう意味ではこう余裕ができたというか、あどっしり構えてるか、そう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 、かなっていう成長はしたかなって思うね。吹雪は？で言ってもそう、私もそんな感じかな。なんか最初あオフオフって感じだったけども、吹雪はね噛んでましたからね。そうなんですけど、はいはい、やっぱねこの世界暖かいのでね、本当にね自分を出してっても良いということで、うん、もういろいろと本当に限界を迎えるオタクとしてやらせていただいておりますと、はい、ねー、いいですね、いやいいでございますね、うんうん、これまつりちゃんについての情報をちょっと先出ししちゃいましょうかね。まつりちゃんなんと12月11日土曜日に開催されるサンリオ初のバーチャル音楽フェス、はい、サンリオバーチャルファンイン、ファンフェスか、フェス、うん、インサンリオピューロランドに出演することが発表されていると。そうなんですよ、よよよよ、おめでとう、ついにサンリオコラボやん。そうなんですよ、ずっと好きだ好きだと、本当だよ、でも前にだって一緒にねピューロランドも遊びに行ったこともあるしね、そうなんですよ、年パス勢なんですけど、年パス、そうそうそう、年パスいちゃんだけスッと入ってて、はい、自分のチケット買っててさ、ちょっと待って、私年パスだ、そう、年パスだし、まず中でもね、うん、シナモロールがすごい好きで、シナモロールの思い出、白髪がシナモンってさ、めちゃめちゃ言ってた、うん、シナモだからっつって、そうそうそう、シナモロールだから、シナモロールなんだね、けどね、そこで改めてまつりちゃんに教えてもらったはずで、まつりちゃんの目が若干怖かった、そう、オタクはね、そういうとこ厳しいからね、オタクそういうとこ厳しいのでね、そうちょっとさせんと思いながらも、実はあの時ね、白髪ピューロランド初めて行った、そうだったんだ、そうでもね、まつりちゃんがいろいろね教えてくれたりして、めちゃめちゃ楽しかった、え、また行こうね、また行こう、ピューロランドめっちゃ楽しかった、うん、いや、良さをもっとね、知ってほしい、全てを許しやすいし